ロトキン、タイプロ、プジェ、チャンミナ主催、若い才能がぶつかり合うサバイバルオーディション番組が活況。サバ版バ、という言葉をご存知だろうか。主に韓国発の音楽サバイバルオーディション番組のことで、新人アイドルグループを組むためのオーディションや、人気が今一つ伸び悩むグループに再び光を当てる番組まで、 細かく見ていくとその特色やルールは様々。あらゆる番組を見あさって新しい推しを見つけていく、サバ版オタク、なる者たちも世界中に増えており、その人気は止まることを知らない。若き出演者たちがその番組にかける思いは、皆一様に熱く、番組が終わる頃には気になる出演者がきっと現れ、 その先の活動を応援していく楽しみまでもたらしてくれるだろう。スターを夢見る、卵、たちの活躍が見られる番組を紹介していこう。写真、ザ・クルーワンのイムジミンがスーファンの首に噛みつく衝撃パフォーマンスロードトゥーキングダム、エース・オブ・エース。脱落グループが決定、豪華な舞台で魅了、ロードトゥーキングダム、エース・オブ・エース。 ロードトゥーキングダム、エースオブエース、毎週木曜夜9時20分から深夜0時アベマ SP2 チャンネル、アベマ K ワールドチャンネル、は、M ネット制作で、アベマにて日韓同時、国内独占放送中のサバイバル番組、通称イコールロトキンである、2020年に放送された、ロードトゥキングダムの第2弾で、 K-POP トップクラスを目指す実力派若手ボーイズグループがパフォーマンス戦争を繰り広げている。MC は Shiny の TAEMIN。出演は CRAVITY、Tempest, YOUNITE、U N I T e, The New Sixth, TNX、8Turn, ONEUS、erm, N e U、S, The Crew One の7組。K-POP ファンにとっては、 シーズン1に出演し再挑戦となる ONEUS や ATBO と JustB がグループ合体という異例の構成で登場したザ・クルー1など話題性も十分だ。番組企画の特徴として、エースランキングとチームランキングが存在すること。合計4回のバトルが実施され、チームの調子が良くてもエースバトルの結果次第で窮地に追い込まれる。 代表として出てくるエースにかかるプレッシャーを思うと胸が痛む。10月17日放送のナンバー5で、残念ながら TNX の脱落が決定してしまったが、脱落がかかったエースバトルにマイク片手に一人で登場した日が自作ラップを披露して、ここまで見届けてきた視聴者の涙を誘った。 まるで年末の大型音楽番組のような豪華で実力あふれる彼らの各パフォーマンスは YouTube で見ることもできる。タイムルズツプロジェクトオーディションで菊池風磨、佐藤勝利、松島荘が新メンバーを選ぶ。セクシーゾーンから解明したアイドルグループ、タイムルズツの菊池風磨、佐藤勝利、松島荘が 新メンバーを探すために開催したオーディションに密着しているのが、タイムルズツプロジェクトオーディション。毎週金曜夜10時、ネットフリックスにて世界独占配信。ファンの間ではタイプロと呼ばれている。タイムルズツのメンバーは、19822人の中から選ばれた約350名の候補生と直接出会い、共に活動していく人物を選んでいく。 二次審査には36名が進み、10代から30代という幅広い年代に加え、職業や経歴もバラエティ豊かな参加者と心を通わせている。来年初旬には新メンバーが決定するというだけあって、参加者もタイムルズツも共に真剣そのものだ。10月11日に配信された、スペシャルエピソード覚悟、では、 菊池とスノーマンの渡辺翔太が対談をして、かつてメンバー増員を経験している渡辺が本音を語った。忘れられないファンからの言葉や、ファンとの向き合い方を話す現役アイドルの姿は新鮮であり、菊池がこのオーディションに人生をかけているという本気が伝わる対談映像である。10月25日、金曜日の配信のエピソード3では、 いよいよ候補生らがチームパフォーマンスに挑む。憧れの世界と現実のギャップを突きつけられる候補生に、プロアイドルの厳しさはどのように映るのだろうか。サバ版オタクを夢中にさせるプロジェクトセブン。10月18日からは、参加者200名という過去最大規模のサバ版プロジェクトセブン、金曜夜8時50分、アベマにて日韓同時。 国内独占無料放送、通称イコール、プジェ、が始まった。新しいボーイズグループを誕生させるオーディション企画で、デビューの座をつかめるのは7名である。初回はエピソード1コンマ2合わせて5時間超えというボリュームでありながら、サババンオタク、たちは次々と現れるアイドルの原石たちに注目しながら視聴した。というのも、 過去のサバ版経験者が多数再挑戦していたり、すでにデビュー済みで日本の新大久保のライブステージでも活動しているグループからも参加者がいたりと、K-POP 好きの人にとってお顔に馴染みのある参加者がいることも大きい。ファンタジーボーイズの官民ソ・イハンビーンや BAE173 のチョンミンウク、ジェイミン、ボーイズプラネットに参加していたマジンシャン、チャンヨジュン、 チョンセユン、ラウド、少年ファンタジー放課後のときめきシーズン2に参加していたカンヒョヌ、さらにファンピックに参加していた日本人の阿部由良、朝香カ・太郎など日本人は総勢10名出演している。ナンバー2で100人に絞られた参加者は夢に向かって共同生活が始まった。彼らがひたむきに練習する姿、 日に日に高まる仲間意識、リーダーシップや甘えん坊など各参加者の性格も包み隠さず見せることにより、視聴者は自分が応援したい、推し、を見つけていく。開始時には似た顔が並んでいると感じていても、クライマックスの頃には参加者それぞれに感情移入して、涙が流れるほどに応援してしまうもの。サバ版バ、というのは癖になってくるのだ。 チャンミナ主催のガールズオーディション、ノーノーガールズ。もちろん、ガールズコンテンツも人気だ。ラッパーでシンガーのチャンミナプロデュースのもと、ガールズグループを誕生させるオーディション、ノーノーガールズ、毎週日曜昼12時、フールーにて配信、は、身長、体重、年齢、の応募条件はなし。ただあなたの声と人生を聞かせてください。 というオーディションに国内外から7000人超の応募があった。そこから書類審査、対面審査を経て30人の候補者が決定し、チャンミナから直接レッスンを受け、輝く才能を開花させていく。歌や踊りがうまいだけでは印象を残すことができない。独創性を求められた候補者たちは、自身の武器、 は何なのか模索して壁に直面する。チームメイトと自分を比べて自信喪失してしまい涙を流す候補者も。三次審査のパフォーマンスが終わった時、ボイストレーニング担当の佐藤良子先生は、オーディションはその主催の人が誰かによって集まる人が見るんですよ。ちゃんみなのところにはこんな人たちが集まるんだね。面白いと評した。 個性がぶつかり合うガールズの気合をぜひ感じてみてほしい。